立憲民主党の代表選挙も動きが活発化しています。出馬の意欲を表明した当選1回の吉田晴美衆議院議員は個人献金の申し出が相次いでいると話しました。政治資金パーティーやらないで企業団体献金も受け取らない立場なので寄付がねすごい件数は来てちょっとびっくりしました。多分お金ないんだなっていうのは分かってなくなって推薦人の確保へ支持する当選1回の議員らと協議しました。当選2回でした。チャレンジしましたので、ぜひ頑張ってチャレンジしてほしいと思います。また再選を目指す泉代表と出馬を求める声が出ている西村代表代行が今日国会内で会談したことが FNN の取材で分かりました。